期日のある試験においては、うん、逆算しないと間に合わない可能性が高い。そうですね。昨日何したか思い出せないっていう方は、はい、時間ベースで考えてることが多い、うん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 、まあ確かにねありますね、はい、ので、はい、タスクベースで何をやったかっていうのを答えられるように意識してほしいなと思います。そうですね。上がる成績の人の特徴っていう方だけで組んでもらうとどんだけ険しい道のりかがまず分かります。皆さんこんにちは、プロレスアカデミアの吉村です。プロレスアカデミアの太田です。はい、ということで今回なんですけど、はい、徹底比較、成績が上がる計画の立て方と下がる立て方ということで、うん、まあ、我々どっちかっていうと学習計画立てたりするような塾じゃないですか、はいはい、ただまあそのなんて言うんでしょうね、うんうん、まあ僕たちが立ててその通りにやってもらってはい終わりみたいなっていうよりかは、うんうん、まあ、卒塾して大学に行く時とかには計画自分で立てられるようになったって言ってほしいっていうのも一個思いとしてあると思うので、うん、成績の上がる、計画の立て方を、まあ、皆さんに身につけてもらおうという、うん、動画になっております、はい。まあ、一部計画なんて立てなくてもいけるみたいな人もいるんですけど、そうですね。ただまあその場合って結構まあ学力に余裕があるというか、正直今 A 判定の人ってまあ立てなくてもいいのかもしれないんやけど、うんうん、やったらさらにうまく立てたらもうワンランクいけるよねみたいな話があるん で、はい、立てなくても点数今取れてますっていう人もこれ見て立ててもらったらもっとその成績の上がるスパンが短くなって、うんうんうん、期限のある大学受験でもっといい大学に行ける可能性があるので、はい、締め切りを守るっていう意味でも計画っていうのを立てていってほしいなと思いますので、この動画を見て実行に移してまでもらったら、まあ、点数ちょっと上がるんじゃないかと、うん、というかもうめちゃくちゃ上がるんじゃないかと思いますので、うん、ぜひご覧くださいと、はい、いろいろ観点を用意しました、はい、でまあ4つの観点ですかね、で比較してやっていきたいと思うんですけど、はい、まず1つ目ですね、成績の上がる人っていうのは計画に隙間、バッファっていうこの余白を持たせてる、うん、で下がる人っていうのは余白を持たせてない、隙間がない計画を立ててる、ギチギチに詰めちゃう、はい、ギチギチに詰めちゃうっていうのがありまして、うん、計画倒れっていうやつよね、うん、最初みんなやりがち、うん、で特になんか勉強のモチベーションが上がりだした時、朝7時に起きて6時に起きて、うん、で朝1時間半これやって、で学校行って、で学校着いたら朝礼始まる20分の間にこれやってみたいなちょっとやってた時期はあって、はい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 、もっしょ今から受験勉強やってた、はいはいはい、その経験ない？あの元旦ですよね、まさに元旦で、うん、今年はみたいな、はいはい、もう今年はみたいな、ね、絶対朝6時に起きる、そう起きてランニングしてやるぜみたいなやつで、次の日とかできるんですよ、うん、そう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 、で1月3日ぐらいから怪しくなってできて、はい、4日にはもうまあみたいな、まあ無理だよね、謎の諦めが入る、そう三日坊主と言われる、はい、まあ、三日坊主を引き起こすゲームはこれやと思ってて、うん、隙間がないと予定崩れるんですよね、崩れますね。だからいつも僕が推奨している立て方としては、まあ、あくまで時間のスケジュールっていうのは前日に立てようみたいな言ってて、はい、1週間分の時間のスケジュール立ててギチギチにしちゃうって人多いと思うんやけど、絶対土日とかに全然終わってないみたいな、特に真面目な性格の受験生の人であればあるほど、うん、自分のことを責めちゃう、なるほど、まあ、自分計画通りにできない子なんだみたいになっちゃう人がいるんですけど、そうじゃなくてスケジュールに余裕を持たせるっていうのが、まあ、まず一つ目大事なとこかなと思いますね、はい、あの指導を実際にしてでも、はい、大体その初回の会議とか2回目の会議で計画立ててやるんですけども、はいはい、やる気がある方が多いじゃないですか、はい、まあ、最初ね、はい、ですので、はい、いやもっとやれますとか、あ確かに確かに、あのあ こんぐらいでいいんですかみたいなことをたまに言われたりするんですよ、はいはいはい、で次の1週間後に振り返ってみたら、はい、まあ、達成率 100% じゃなくて 80% ぐらいでしたと、うん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 、いやいろいろあってっていうふうなことが本当に多いんですよなるねなるね、本当に多くて、なので、うん、あの1回それこそ計画立ててみたら、うん、本当やと実感すると、なるよな、はい、思いますので、いつも宿題出してない先生が出してくれるとか、うん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 、仕事してても自分のペースでやりたいけどそれはなんかお問い合わせが来たりとか、うんうんうん、上司から何か言われたりとかするじゃないですか、うん、でそのイレギュラーなものが来た時に入る隙間がないんで、うん、もう満員電車にさらに押し込むみたいになるんですよ、で、ね、で入ればいいけどだるま落としみたいにカーンって弾かれるわけやから、うんうんうん、でこういう時に、まあ、現実を見つめると時間足りないってなるんじゃないですか、うん、でなった時って重いやつ後回しにしちゃうんで、しちゃいがちですね、結局重いやつほど大事な場合が多くて、うんうんうん、それを繰り返してると軽いタスク勉強は消化できるけど、うんうんうん、一番やらないといけないけど重くて、うん、ちょっと今優先順位高くないやつっていうのがどん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 後に押されて取り返しつかないことになるし、成績も上がりにくいし、で気持ち的にもちょっとモチベ下がっちゃうっていうのが一つ目のところですね、うんうん、はい、なんで成績上がる人は隙間余裕持たせてます、うん、で二つ目はまあいろいろ意見はあると思うんですけど、成績上がる人、まあ、受験において合格する人っていうのは逆算型
で成績下がっちゃうとか受験によって間に合わない人っていうのは積み上げ型の、計画の立て方をしていると、まあこれはどのフェーズにいるかで変わってくると思うんですけど、はい、期日のある試験においては逆算しないと間に合わない可能性が高い、うん、そうですね。積み上げ式っていうのは今参考書ルートとかいっぱいありますけど、あれを手前から考えていく、だからこの1ヶ月は初めから始める数学をやって、来月になったら基礎問題成功をやって届くところまで頑張ろうっていうのが積み上げ型、逆算型っていうのは半年後にこの成績にいないといけないんだから、その1ヶ月前には過去問やってないといけないよね、で過去問やれるようになるためにはこの参考書やらないといけないよね、じゃあ1ヶ月後のこの日にはこれだから今をこれやらないといけないよねっていう、そのゴールから逆算すると締め切り意識が生まれて、そうですね、これやらないと間に合わないよっていうのが把握できる、期日のあるものにおいては逆算型っていうのをまあおすすめはしますっていうところですよね、僕いつも出す例なんですけど、徒競走あったじゃないですか、はい、であれで積み上げ方って要はもう自分一人で走るってことだと思うんですよね、頑張ると、で多分難関大とかを目指す方は、自分の頑張りよりちょっと頑張って、もう一歩、限界まで、やらないといけないと思うんですけど、自分よりちょっと足の速い子と走るとタイム上がりません。あったね。逆算型はっていう感じ、確かにそうなのかなと思うので、逆算型にするメリットとしては自分の 120% ぐらいのやつを、追いかけ続けると、長い目で見ると、すごい先までいけるっていう。そうやね、だからまあペースメーカーがいるっていう感じ で、逆算型っていうのは、積み上げ式が悪いわけではないんですけど、大学受験って浪人前提の人って浪人しても厳しいと思うので、みんな現役前提でやるわけじゃないですか、基本的にはですよ、その場合の人たちにおいてはまあ逆算型をおすすめしますっていうところで、どれをまず先取りしないといけないかとかも出てくると思うので、そこは踏まえて頑張ってほしいなと思いますね、はい、じゃあ次3つ目です。3つ目は復習の時間とか予備日っていうのはちゃんと入れてるかどうか。復習の時間大事ですね、やっぱね、参考書をやればやるだけ身につくのもつくんですけど、自分の行きたい過去問で点数取ろうと思ったら復習が必須なわけで、で復習した方が身につく効率が上がるわけですからやらないといけないんですけど、特に1週間単位とか割と何日間かの計画を立てる人にやりがちなのが復習の時間入れない、これだからあれですね、隙間を持たせないみたいなところにもちょっと結びついてはくるんですけど、やっぱり1日で余裕を持って組んでたとしても途中でなんかちょっと体調悪くなったりとか、用事ができたりとかってした時にも帳尻合わせられるような予備時間、夜の1時間でもいいし、逆に次の日の朝でもいいし、昨日の残りのご飯をお弁当にするみたいな感じで、昨日の借金をその次の朝に清算するとかっていう、この予備の時間もしくは復習の時間っていうのを入れてるのがうまくいく人で、入れてないのが成績下がっちゃう人。受験生ほど焦るよね、復習ってさ、なんか3歩進んで2歩下がるみたいな感覚あるやんか、だから勇気持って復習の時間っていうのを取る人難しいと思うんですけど、これの大事さはやっぱり受験勉強進めていくと痛感するところではありますよね。そうですね、というのが1個目にかぶりますけども、復習の時間と予備の時間入れてるかどうかです。じゃあラスト4つ目ですね。4つ目は、計画を立てるところの考え方みたいな、何に注目するかって指標の話なんですけど、タスクベースですね、やらなきゃいけないことをやることっていう、その勉強内容をベースに立てる人っていうのが成績の上がるうまいこといく人で、時間ベースで立てる人っていうのが成績の下がっちゃううまくいかない人、時間ベースだとやった気になるというか、数学2時間やるぞよしみたいな、分かんないなみたいな、ちょっと答え見て、2時間取った、数学2時間やりましたやったんやけどみたいな、そうですね、そうなんですよ。だからもちろん時間も気にするし、計画やから、ただしタスクベースで立てた上で、例えば数学10問解くのに1時間かかったっていう結果が時間なわけであって、1時間数学やろうってやったら多分10問も終わんないんですよ、そこの違いを多分最初は分かんないのかな、と思うんですけど、ここに気づけないとどんどん、ね、勉強の質が下がって薄くなってくる。そうですね、のでタスクベースで立てないとやった気がすごい、時給泥棒みたいになる、アルバイトみたいな感じになるわけですよ、1時間働けばってよりかは1時間その場にいればもらえるわけやんか、っていうのでなるべくその楽してそうです、ね、みたいな、あるやんか大学生の、あんな感じになっちゃうんで、なるほど、受験生の方においてはやるべきことベースで立てて、で実際最初は拙なくていいんですよ、例えば数学10問大体1時間でできるやろと思って1時間を開けときます、で1時間じゃできない、5問しかできないってなったら、それはそれでそのサボってるとかじゃなくて、今のあなた自身の、実力が1
8時間で5問なんで、うん、じゃあ次の日からは10問やろうと思ったら2時間取ったらいいわけなんで、うん、時間っていうのはあくまでそのタスクをやった後に出てくる結果として捉えてもらうとズレもなくなるし、で濃い勉強になるんじゃないかなと思いますね。時間ベースで やってる昨日何勉強しましたかって聞かれると、うんうんうん、あんまり思い出せないっていう方が多いイメージがあって、なるほどね、昨日何したか思い出せないっていう方は時間ベースで考えてることが多い、うん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 、まあ確かにねありますね、はい、ので、はい、タスクベースで何をやったかっていうのを答えられるように意識してほしいなと思います。そうですね、はいはい、やることベースで組んであげるとすんごい充実して1日が終わるんですよ、うん、あこんなにやりきったって、うん、だ時間に集中して終わるとぐったりするんですよね、うん、疲れた、ね、あ疲れたみたいな、うんうん、でタスクベースで立ててないと間に合わなくなってくるんですよ、うん、やるべきこと間に合ってない1日10時間もやってるのに、うんみたいなことになっちゃうんですよ。しんどいですね。そう、しんどい。こんなに頑張ってるのに。そう、みたいな、うん。じゃあもっと時間を増やすかっていうその解決策になっちゃうんですけど、うんうん、そうじゃないんで、うん、まず計画っていうのはタスクベースでやると。うん、なんで、最初のはずれても構わないんです、うん。それを毎回毎回認識してたらずれが合ってくるんで。うん、なんで、ぜひ、合格したい人はタスクベースで立ててもらえたらと思います。はい、ということで今回はですね徹底比較成績が上がる計画と下がる計画っていうのを、比べてきました、はい、今回4つの観点で比べました。一応おさらいしておきますと1つ目が隙間の有無ですね。隙間時間の有無、はい、で2つ目が逆算型か積み上げ型か、うん、で3つ目はちょっと1つ目にも被るんですけど復習の時間とか予備の時間予備日っていうのを設けてるかどうか、うん、で4つ目がタスクベースなのか時間ベースなのかどうか、これをまあこの4点っていうのを全て上がる成績の人の特徴っていう方だけで組んでもらうとどんだけ険しい道のりかがまず分かります。そうですね、確かに、はい、なるほど、はい、そうですね、大まかでいいんで、うん、受験までで組んでみてほしいんですよね、うん、夏までにこれぐらい、うん、じゃあもうこの1ヶ月これぐらいはやらないとまずいや、うんうんうん、で今週の明日は何をやるかっていうところまで逆算できるんで、うん、最初下手でもいいです、下手でもいいんですけど実際何をやったかっていうのを振り返っていくと自分の、理想と現実っていうところのズレがなくなってきて計画通りに終えるようになるし、でタスクベースで立てて計画通りに終われるようになったら入試間に合うのでぜひ試してみてもらいたいなと思います。またですね概要欄の方にはプラリスアカデミアの公式ホームページとですね私の公式 LINE の URL 貼っております。その他各種 SNS も貼っております。インスタもねなんか2000人超えてとか TikTok もちょっと伸びてきたなと思うんですけども、はい、ありがとうございます、まあ受験生の方々は、まあ、来年度のね受験生の方々はそろそろ塾始める時期、探し出す時期かと思いますのでぜひホームページ覗いてもらいたいと思います、受験相談無料でやってますのでぜひお問い合わせください。また私の公式 LINE の方ではちょっと最近不定期になってるんですけどコラムの配信とか YouTube ライブ LINE 登録者さん向けのやつもやってますので気になる方はぜひ覗いてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。